すまちどーもの料理教室。みなさんこんにちは。どうもです。すまちどーもの料理教室第14回目の今回は、前回に引き続きウクライナのパスタシリーズということで、リュドミラさんのワレニキをご紹介します。このワレニキはウクライナの代表的なパスタの一つで、私はよくすまちどーものお客様にウクライナの水餃子のようなものというふうにご紹介していました。というのもこの半月形のね形状しているからなんですけれども、ワレニキはこの丸を半分にしたような形がね、必ずそういう形なんだね、はい、うん、でほらあのナフトスの形が、うん、それでワレニキはスマチノーゴでは、まあ、ちょうど前回ご紹介したペリメニのように茹でてサワークリームとともにお出ししていたけれども、ワレニキは必ず茹でて食べるものなの、それとも揚げたり焼いたりはないんだよね。их можно, ну их жарять, их могут, ну як розжарювати вже на наступний день. Ну таке, а вони, а так вони варяться. Ано, мочено, なんか, ちょっとボイルしてあとは食べるけど、でも残ったものは次の日食べたい時だったら、もうちょっと鍋でちょっと温める感じをちょっと焼くぐらいはできる。焼く、焼いたりすることも多分ある。焼くではなくて、ちょっとまた温める感じ、蒸す感じかな。蒸すじゃない、オイルと玉ねぎと、もうただ本当に、そういう感じなんだ。へえ。それでその中にね、水餃子と違って、お肉じゃなくて、すまちどーもはお野菜、3種類でご提供していたんだけれども、中にお肉とかお魚を入れることは絶対ないんだよね。我々の気づきは全部言えます。すみや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 す
ですね。あの割り肉だったらちょっと最初は肉はボイルしてあとはひき肉になってから後で割り肉に作る、そういう割り肉あります。ああ、そうなんだ、そしてね、この割り肉は、まあ、4月と5月にリドミラさんが紹介してくれたブリニーのように、まあ、中に塩味の具を包んで、作れば料理になり、中に甘い具を入れて包めばスイーツになるといったものなんですね。で、先月リドミラさんのお家でご馳走になったのさくらんぼの割れ肉、あれが多分スイーツとしての割れ肉の代表的な例だと思うんですが、あれはね、ものすごく美味しかった、さくらんぼの割れ肉。多分さくらんぼの割れ肉がスイーツとしての割れ肉としてウクライナで一番人気があるものなの。割れ肉ズブシニョツのサミとグリコタクタクセサミのデセット。他に例えばデセットしてどんな割れ肉がウクライナでよく食べられてますか。歴史割れ肉のデセットもなくていいや、ズルポイヤヒドセポロニッカ、もしくはセモジロイとか、あのブルーベリーでもできるし、あともちろんコテージチーズとか。でもやっぱフルーツとかが多いのかな。そう、何でもできます。まあ、後ほどね、今日は少しリドミラさんにそのさくらんぼの割り肉の作り方もちょっと教えてほしいなと思っていますが、本来今日は、お料理としての割り肉をご紹介する予定です。スマチノーゴでご提供していたお野菜3種類、キャベツの割り肉、ポテトの割り肉、そしてキノコ&ポテトの割り肉、この3種類をそのまま再現してご紹介したいと思います。ルロミラさん、ワレニキについて何かコメントはありますか？ワレニキ、ну так, ワレニキ це моя така улюблена страва українська, бо у мене такі спогади з ними, що їх любила і моя бабуся, і я дуже дивилась, як вона це робить все, і мені, коли я роблю вареники, то я взагалі її згадую так. もともとあのバレニキ作るときそれルダさんの
おばちゃん、そう、それで子供の時ずっとおばちゃん作った時、みんなはもうずっと見てながら、今はいつも作れる、自分が作る時はいつもおばちゃんのことを思い出す。ああそう、じゃあすごい料理が上手なおばちゃんだったんだね。バブシカもバブシカ、ブシャブシャ、ハンナ、ブシャハンナホトマ。へえ。じゃあそんなリドミラさんの家に伝わる大切なね、ワレニキのレシピを今日は紹介してもらいましょう。お願いします。もう最初は小麦の中はちょっと山みたいな感じで、お湯と卵は OK。 なるほど、ちょっとこうくぼませる、 谷みたいに作るんだね。ふるった小麦粉 460g の中央をくぼませ、くぼみの中に水 200cc、 塩 3g、 卵1個、サラダ油 40g を順に加えます。スプーンで少しずつ混ぜるんだね。中央から少しずつスプーンでかき混ぜていきます。あ、途中から手で混ぜるんだね。生地がある程度まとまってきたら手を使ってこねます。外側から中央に向けて粉を練り込むように混ぜていくのがコツです。生地が一つにまとまったら打ち粉をした台の上で力強くこねていきます。粉が足りないと感じたら生地に小麦粉を振りかけ、さらに練り込んでいきます。いいか、柔らかくて、くっつかないね。どばのたけいいね。Репляция буде воно гарно, і воно не, от головне, щоб воно вже не липло до рук, щоб рука була чиста. 手にくっつかない状態。柔らかくて手に生地がくっつかない状態になれば出来上がりです。大体30分ぐらい寝かすんだね。OK。素晴らしい。ラップに包んで30分間休ませます。いいね。じゃがいも 600g は皮をむき、適当な大きさに切ります。鍋に水を張り、じゃがいもを入れ20分程度茹でます。20分間茹でるんだね。玉ねぎ1個はみじん切りにします。フライパンに油を熱し、玉ねぎをきつね色になるまで炒めます。最初はやや強火で、徐々に中火から弱火にして絶えずかき混ぜながら炒めるのが美味しく炒めるコツです。玉ねぎはこうで、これでずっとね、ずっと混ぜ続けるだけね。でもいい、玉ねぎの匂いが、ものによるかなって、上にかけるやつがね、かけるやつはもうちょっとなんか茶色っぽくなるぐらい、そう。あ、でもウクライナ大使は中の玉ねぎを、もうちょっと焼いてお願いと言われた。スマッシュの方に来た時だから、本当は人によって好みがね、好みによりますが、スマッシュの方にご来店くださっていたウクライナ大使は茶色になるまで炒めてほしいとリドミラさんにリクエストされていたそうです。そうだから、もしなんかちょっと強く焼いたら、焼いた感じ、まあそうだね、ボイルのまでだったらちょっとボイル感じ、ね、ちょっとボイルして
じゃがいもに少し火が通ってきたところで塩適量を加えます。これはじゃあ、セルゲイ・コルスンスキースタイル。セルゲイ・コルスンスキーはもっとそこのオタク、これぐらいね、これぐらい、この大きい。なるほど。マシャ、ホトウバ、玉ねぎはビガソ、オッケー。茹で上がったじゃがいもの水気を切り、炒めた玉ねぎを合わせます。15g 程度、胡椒少々を加え、マッシャーや綿棒などで潰しながら混ぜていきます。塩は茹でる時に加えた塩気で十分ですが、お好みによって味を見ながら追加していただいても大丈夫です。キャベツ 400g は千切りに、人参1本も千切りに、玉ねぎ1個はみじん切りにします。フライパンに油を熱し、じゃがいもの時と同様に玉ねぎを炒めます。玉ねぎから水分を抜くように弱めの火で炒めます。そこへ人参を加え、さらに炒めます。人参と玉ねぎはちゃんと入れてた方が、混ぜるとキャベツを入れたら、キャベツはそんなに時間かかる。あ、そうかそうか。次に加えるキャベツは火の通りが早いので、ここでしっかり炒めておきましょう。よく火が通ったらキャベツを加えて混ぜながら炒めます。今もう十分ミキサーに入れてしまう。あとは塩は入れてます。はい。おおよそ混ざったら塩少々を加え、さらに炒めます。ほら、さっきさ、お肉とかお魚の割引はあることはあるんだよね。うん。でもどっちがやっぱりお野菜の方が多いのかな。はい。もう私あの肉のなんかじゃがいもとレーバー、ああはい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 、混ぜたら、うん、それはあるけど、うん、肉だけはもう見たことがない。やっぱり野菜が一般的なんだね。はい。蓋をして2分程度蒸します。あ、いい匂いがしてきたね。胡椒 1g くらい、胡椒少々を加え混ぜます。お漬物みたいな。イリナさんが作ってた、あね、ちょっと失敗やつ、あの時お母さんも同じ普通のキャベツの代わりに、あの失敗のキャベツを作って、あれに気に入るんだ。ドライなんかジュースとか何もなくて、そのまま、あ、なるほどね、できた。素晴らしい。汁気がなくなってきたら出来上がりです。ラップに移し、ラップをして少し冷ましておきます。じゃがいも 500g はじゃがいもの具の時と同様の手順で茹でます。玉ねぎ1個はみじん切りにし、きのこ1パックは小さく切ります。玉ねぎはキャベツの具の時と同様に炒めます。きのこを加え、水気を抜きながらよく炒めます。塩適量と胡椒ね、胡椒適量を加え、さらによく混ぜます。なるほど、水分がまた別次第はね。美味しそう。
水気が抜けてしっとりしたら火を止めます。じゃがいもの水気を切り、そこに炒めたきのこを合わせ、マッシャーや綿棒などでじゃがいもを潰しながら混ぜ合わせていきます。うーん、おいしそう。バットに移し、表面を平らにして冷まします。生地を綿棒で薄く伸ばし、直径 5,6 センチの円形にします。その上に具を乗せて半月状に包んでいきます。中の具が何であるかが分かるように、具によって縁取りの装飾を変えると良いでしょう。きのこ、ルバうまいじゃん、なんかすごいどれ、何がキャベツで何がポテトで何がキノコかの印をつけてください。きれいきれい、マスタークラス、マスタークラスだね本当にきれいきれい。あ、なるほどね、そうやってひねっていくんだね。なるほど、さすがですね。きれいきれい。チームカップスタカップステッチ、そう。かわいい。なるほどね、こういう縁取りをしているのがキャベツです。上手上手。今度はポテトチーム。おこれ割とこうシンプルな包み方だね。良くなるよって。突然才能を発揮したりします。もうできます前みんな家族みんな一緒するでしょ、もししないだったらもう食べない。あ、なるほどね。食べたいだったらもう自分で作りますそうだね。生地の上にグラニュー糖少々を乗せ、さらにその上に解凍したさくらんぼ数粒を乗せて包みます。
沸かしたお湯に塩適量加えます。これはきのこ、スーラバきのこ、これは、キャベツ。Их сразу треба перемешати. Варенье я беру литра, а мы сугу на камазена. Окей. Варенье. Теперь потейто. Варенье を入れたらすぐに、варенье が鍋底にくっつかないようにかき混ぜることが大切です。これはもうできた。本当？じゃあ一旦そのパッドにあげようか。中の具材にはすでに火が通っているので。皮に火が通れば出来上がりです。茹で上がったら割れにき同士がくっつかないようにバターを塗ります。サワークリームとスティルを添えれば出来上がりです。素晴らしいリュダ、本当に素晴らしい。さくらんぼの割れにきも鍋底にくっつかないように絶えずかき混ぜながら茹でます。割れにき中入れて、混ぜて、あの下に行かない、なんだろう、そして、ちょっとそのまま持ってて、下から上に上がると、だいたい1分で、その後じゃあ割とペリメニと同じような感じかな。大体そう。ただあのペリメニの中は生のやつでしょ。ああそうだ。こっちはあの火が通ってるから。そう。もうこっちは別に生地だけ。そっかそっか。水面に浮き上がってきてから1分程度茹でたらパッドに上げ、バターを塗ってサワークリームを添えれば出来上がりです。ペリミニで今日はリュダのワレニキ。他にもパスタってありますか？ウクライナで女性はうちでたまに作る、そう、ホームメイドパスタ。なんていうの？ラプシャ。ラプシャ。ラプシャ。これはラプシャ。あ、そういうパスタ？はい、へえ、どういうふうに食べるの？あの普通なんかスープ？ラムみたい。ああ、そうなんだ。すごい美味しい。自分で作る。あ、そうなんだ。ホームメイドラプシャ。で、売ってもいるの？ない。あ、売ってないの？売ってない。自分で作るしかないんだ。そう。へえ。あ、すごい。これがラプシャね。卵の黄色のやつだけ。なるほどね。ボイルするとちょっと太くなるの？太い。なんかうどんみたいな感じだね。そう、うどんみたい。あ、本当？あ、へえ。ラプシャ。ガルシキ？ガルシキ？ガルシキ。これはガルシキ。ガルシキ。あ、本当だ本当だ。生地はカットして。へえ。中身何もない。あ、ないの？あの、これはワレニキの皮みたい。あ、の感じで。ハルシキ。ハルシキ。でも中身はない。素晴らしい。じゃあ、これ。
あのビザを5年のビザをもらったけど、いつぐらいに帰れるか分かんないけど、帰れたら一番最初にやりたいことは何ですか？一番最初の友達とあとお父さんと会いたい、うん、ああそりゃそうだよね、あなたずっとね、お父さん住んでるところに、うん、バーニャサウナみたいなところある。いつも私お父さんの家に行くとき、うん、そのバーニャ私のために作る別の建物、あのサウナあるんだ。それを作ったのお父さんが？そうそう、自分で？そう自分で。これは私のお父さんだけじゃないよ、みんなやってる、みんなじゃないでもいっぱいある。お父さんは今レナのお母さんじゃなくて他の、あ、はいはいはい、うん、この子はレナのためには美味しいもの、美味しいもの、私の好きなものを作ります、いい、ね、私のために、いいじゃない、生姜すごく美味しい作る私、あとピラシキ、あ、ほんとじゃ料理が上手なんだね。そうそうそう、美味しい美味しいの料理。え、おいくつぐらい？77。あ、今は、あ、ほんと日本だったら77ってこうお祝い、77とか88とか。так хочу до України стати. Так що, まだあの生きてる、まだみんなではないけど生きてる友達とか、あの家族のなんか兄弟とか会いたいよね。みんなに会いたい。それはそうだ。それは何よりだ。まあ、ターシャに聞いてみましょう。моїй бабусі в цьому році влітку 88. おばあちゃんに、今年は88歳になる。あ、本当。おめでとう、おめでとう。会いたいよね。うん。とも、я сподіваюсь, що я зможу приїхати до неї на день народження。彼女の誕生日は本当に行きたいけど、行けるかどうか。そうだよね。まあ、希望を持ちたいね。うん、わかんないけどね。じゃあ、ルダは何をしたいですか？ну, я не так давно була, то я…Наверное, більше хочу ходити вулицею. Україна, де хочу прямо своїм рівнем. Ну, так сам Ірона Нанка. Мачино Нанка Ірона Ващотока. Нінгіно Нанка. あんまり気にしてないかな。でも今回はウクライナ行くだったら、もうちゃんともっと深いまでゆっくりで街歩いていきたいとか、ちょっといいね。だから今あの自分の国長い時間いないから、もっとなんか分かる、わ、うん、なるほど、それは確かにね、もっと大事したい。そうだね、そういう経験をしなかったら、うん、そうそう、そういう気持ちに、そういう考えを持つこともなかったもんね、はい、もうそれは当たり前みたいな。そうだよね、うん、確かに、うん、分かる分かるそうか、アリーナはね、今ね帰ってきた、一瞬だけまた帰ってきてくれて今回はあのウクライナにいてどうでしたか？まあ、今年始まったの時結構危なかった。あ、キーウね、そうそうそう、初月で、あの、だから今回は帰ってきたから結構大変だった。大変だったね、あのそれに寒いしね。そう、うんうんうん、冬で寒くて、危ないの時は危なかった。あ、そっかそっか。でもみんな頑張ってる、ウクライナの人たちは仕事する、うん、なずっと住んでる、うん、あの町で、うん、もうなんか戦争あるとなんか忘れちゃう、普通の生活する、もうみんな慣れてる、 あ戦争してるってことも忘れる、戦争に慣れてる、忘れてないけど慣れてる。あ、なるほどね、あ、キーウだったそういう感じなのか、もう戦争は あるのに慣れてしまった。そう、ないミサイル来るの時はあるけど、あの危ないの時はあるけど、みんなもう慣れてる。ああ、戦争は止まったじゃない。うんうんうん。まあそれはそれでその方がいいよ。だってもう毎日よくあるのことに慣れてます。うん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 。まあみんなはもうそういう感じでもう2年で生きてるから、うんうんうん、そっかそっか、うん、まあね、残念だけども少し長引くから、その慣れてくれた方がね、あの、そうかな、もうそれは良くないのこと、うん、正直で、うん、本当にあの危ないの時は隠れてる必要の時、みんなも慣れてるから、そかそか、隠れてないの時ある、そういうせいで死んじゃうの時あるから、日本のその津波とかね、うんうん、津波とか地震みたいに慣れて
てるから逃げないで。そうそう、同じか。ああ、そういうことか。だから今そういうことでなってる。仕方ない。仕方ないね。うん、そうか。じゃあ、ルバはしばらく日本にいるけど、うん、もし帰れたら、一番最初にしたいこと。一番最初？多分両親とどっか、うん、あのだからお母さんのお父さんまで生きてる、うん、もう93歳、うん、すごい。そうだからもうママパパと彼と離れてる、うん、今私もたまにしか電話してない、うん、だからもう両親とおじいちゃんと一緒みんな、うん、なんかちょっと会いたい。そうだよね、うん、そうだよね。次回は番外編、ウクライナ避難民の食卓シリーズをお届けします。この番外編は全部で3回を予定していましたが、全部で4回に変更になりました。7月は2回続けてこの避難民の食卓シリーズをお届けします。ナターシャさんのお家と、そしてルバさんのお家と、そしてオレガさんのお家をお邪魔して、ウクライナの夏の料理をご馳走になりたいと思います。ぜひ楽しみにご覧ください。次回は7月12日公開予定です。パカパカドズスイッチ。